丹後田辺藩の藩長が置かれた、田辺城田辺藩は、江戸時代、丹後国にあった藩の一つ。明治維新後に、舞鶴藩と解消した。藩長は、田辺城。丹後国はもともと、一色氏が主語を務める国であったが、天正7年、細川藤高は、明智光秀と共に、反応部長連合の一角だった一色氏らを滅ぼし、丹後国、丹波国を制圧する功績を挙げた。 藤高は、恩賞として、丹後一国を与えられ、田辺城を築き、舞鶴を拠点に、丹後一国を治めた。その後、天正十年六月二日に、親戚関係にあった、明智光秀が、本能寺の変を起こし、藤高自身も加担するよう誘われるが、藩光秀の立場を貫き、橋場秀吉から、丹後の本領を安堵されている。しかし藤高は、親戚であった、 光秀の裏切りの責任を取る形で着難の、忠だ沖に家督を譲って隠居した。その際、隠居城として、宮津城を築き、丹後舞鶴から移った。しかし、慶長5年、関ヶ原の戦いの際には再び、舞鶴城に戻り、留守中の息子の代理を務めた。戦後、細川氏は、武前国の活藩へ転覆された。代わって、信濃国井田より、京国コーチが、 田辺城に入城した。京国家は、大見源氏佐々木氏の末裔であり、有名な佐々木同与の子孫である。京国高知は、着南の高広を宮津藩に、三南の高山を舞鶴藩においで、向こ氏の高通を峰山藩に入れ、丹後三藩に分割統治させた。高山をとして、1622年、ここに初めて舞鶴藩が成立した。 繁域は、丹後笠郡全域で、玄米鶴氏及び、宮津市由良、福知山市大江に相当する。寛営十三年、京国高直が二大藩主となった。三代京国高森は、漢文三年に、弟の公文に二千国を分治し、また、漢文八年には、田島国と8日藩に天保となった。京国家に代わり、漢文八年に、牧野地下主義が、 摂津国より3万5千国で入場する。以後、幕末まで、巻の家歴代が同伴で封を重ね、明治維新を迎えた。明治2年の藩籍奉還に際して、舞鶴藩と解消された。明治4年7月の廃藩地県によって、舞鶴県となったが、間もなく、再編により消滅している。旧藩主家は家族に劣死、死者区に除せられた。 戸沢三万五千石三万三千石。高山工事北高森分地により三万三千石。不代三万五千石地下茂府。聖衛星秋成り恒例茂ふさしげい節。聖高茂出生経図判例不当線は、実施。細線は用紙を示す。また、ふ字は、田辺藩主歴代。数字は、州方順を表す。訂正。安成 信成村越義勝一地下重二府政村越直重三永政四秋成五頃重典政福成六夫佐七井政院政八節政九高重十治舞鶴県は廃藩地県により1871年に設置された県同年10月に 豊岡県に統合され消滅した。県域は現在の京都府舞鶴市と旧大江町宮津市由良のほぼ全域。舞鶴県は廃藩地県により各藩が県と改変されたもので約3ヶ月だけ存在した。そもそも舞鶴は丹後田辺藩であったが和歌山県の木田辺藩と重複することから大城官の命により丹後田辺城の名であった。 マイズル城から判名を取ってマイズル藩にしたものである。県庁はマイズル城に置かれ、後に同じ単語国の宮津県や峰山県とともに豊岡県に統合された。ありがとうございます。